れさ、ロッティがさデビューする前にね、なんだっけな、ロッティがラナンキュラスのオタクしてるまとめ切り抜きみたいなの見てめっちゃ面白かったんだよね。で、なんかラナキラの3人のことをめちゃめちゃ分析オタクしていくみたいなやつで、四つハピの靴下が左右違うんよ。黒、短いの片方が短くてみたいな。で、なんかこの短い靴下と、なんか VTA 時代に履いてた靴下が、なんか似てって、みたいな、VTA を濁せてくれてるんですかみたいな、はぁはぁみたいなことをしてて、ロッティが。で、でさ、気になって、本当に聞きたいんだけど、それでね、それで、ね、カブラギロコのさ、靴下も片方短くねって思って、それってって思うんですけど、これは。そう。それってって思いました。カブラギロコ？カブラギロコね。やっぱそうなのかな。カブラギ？カブラギロコ？そうなのかもしれないじゃん。